はい今回は、えー、マスコミがですね、えーまあ、どのようにして人々に、えー、商品購入のですね、えー、道筋を、えーまあ、作っているのかと、まあ、そういったことを、えーまあ、ちょっと考えていきたいと思いますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします。えー、この話はですね ご,ご存知の方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとあの、まあ、難しそうで簡単な話なんですけどね、そんなに別に難しい話をすることはないんですけれども。 まああのー、皆さん聞いたこと、えー、あると思うし、まあ、僕は、ねえー、ちょっと勉強して挫折したことがあるんですけれどもこの世界と、まあ、世界っていうのはマーケティングというもので動いているんですよ、これは別に嘘でも何でもなくありとあらゆるものがこの世界というのはマーケティングというものが仕、まあえー、込まれて動いているとで僕たちというのは、えー、自分たちが欲しいと思っているものかもしれないと思いきや 実はそのようにですね気持ちをそちらに向かわされて知らず知らずのうちに購入しているというそういったことがですね行われているとで今回はですね1つっていうかこれに注目していこうかなと思うんですが人間の髪の毛とですねシャンプーのこの関係とその手がかりとなるのは ホームレスが剥げていないと、そういったことなんですね、これを真剣に考えています。 まあ、皆さん、えー、これは考えたこと、えー、あるかわからないんですが、まあ、真剣な、ねえー、話なんでお伝えさせていただきますが、えーまあ、そのホームレスっていう方がいらっしゃいますがこの方たちっていうのは、まあ、諸事情があると思うんですよ、えーね、昔働いていた仕事場がなくなってしまったりとか、まあ、ご家庭のことであったりとか、まあ、いろんなことが、えー、あると思うんですよ、でえーまあ、厳しい生活を、えー、されていると思うんですよ。 でまあ、そのことはさ、まあ、ておきという感じなんですが、このホームレスという方たちは、ですね、えーまあ、僕もね、えー、前、見たことあるんですけど、仕事場の近くで、えーまあ、全員ではないんですけど、高確率でハ、えー、げてないんですね、うん、普通に考えておかしいと思いませんか、別に変な意味でもなく、お金もなくて厳しいわけじゃないですか、でも髪の毛はあるんですよ、なんでなのかなっていう話、ここに答えがあるんですよね。 これを考えていきます。この世の中のカラクりです。マーケティングの仕組みがどうなっているのかっていうようなことで、それは。 今回はね、抽象的な話を具体的に考える、今度はこの具体的な話から抽象的な話、これを考える、そのようなことのお役に立てるように、精一杯頑張って話していきます、ちょっと難しい話もあるんですけど、なるべくね、簡単に言ってたら失礼ですが、お分かりいただけるように努めます。 僕たちが生きているこの世界の構造あるいはマーケティングっていうものっていうのはこれは何なのかってまあマーケティングっていうのは、ね、いろんな言葉で言われて、まあ一言で言ったらまあ難しいんですよただ別にそんなことを言うわけじゃないんでねで、えーまあ、三者間の話なんですよ えー、まあその三者、まあ、間、まあ、3社間ですねマスコミ、まあえーまあ、消費者、えー、商品という感じなんですけど、それをね、えー、シャンプーの話、あとマスコミとかを、えーまあ、どういうふうにしてるのかって話なんですが、まあ、非常に、えー、簡単に言ってたら失礼なんですが、あの話すと、ですねまずそのテレビやマスコミを使ってですね、えーまあ 大衆、まあ、僕たちにです、ね、価値観をこれ植え付けるんです、よ、1つ目、マスコミを使って、えー、まあ大衆、まあ度をするということ、でその後です、ね、えー、商品購入の方向へ持っていくということです。 これあの、まあ、どういった話かというとね、まああのまあ、簡単にって言ったらあれですけど皆さんも、えー、思っていると思うんですが僕らのこの考えそのものがもうすでに洗脳されているんですねマスコミテレビの、まあ、洗脳によって僕らには、えー、こういったものがもはや定着化してい,います皆さんも、えー、思うと思いますし、まあ、別に僕は、ねえー、不潔とかじゃないんですけどあの毎日髪の毛は、えー、洗わないですね、まあ、髪の毛が少ないから。 ままああっていうのもあるし、まあ、ね、えー、シャワーに入って毎日髪の毛は洗わないんですよ、まあ、こ,この今回の理由があるからえー、と,というのが正しいところなんですが、例えば皆さん、えー、こう思ったことないですか、毎日髪をか毎日髪の毛を洗わない、汚いなとかね、毎日髪の毛を洗わない、不潔だなとかね、なんとなく嫌だなとかね悪いなとか、そういうなんかマイナスなイメージ。 えー、持ったことないですか逆に言うと毎日髪の毛を洗うことが当たり前毎日髪の毛を洗うことが善である、えー、そういった、えー、ことを僕らの意識下にすり込んでるんですよテレビを通じてね、うん、で毎日髪の毛を洗うあるいは毎日、ねえー、髪の毛を洗って清潔にするためには何が必要ですかって言ったらシャンプーという商品が必要なんですね そこからシャンプーという商品を購入しようという一連の,このサイクルが出来上がっているんですよ、いきなり何もなかったらシャンプーなんて買わないんですね、皆さんも僕も、まあ、僕らもそういう、あのー、メディア性のを食らっているので、えーも、もはや買うのが当たり前なんですが、もし、ねえー、言葉が悪いですが、僕たちが日本ではない、他の場所にいて、ね、こういうことを知らなかったらシャンプー、多分買わないと思うんですよね、メディア性のを食らってないから。 うん、テレビを使って、マスコミを使って、そういったあの変な洗脳を食らってないんで、えー、そういう考えがないんですよ、シャンプーを買おうという、そういった購買活動にはいかないんですよ、でそれがさっきお伝えした、最初にね、まあ1っていうか、1、マスコミのまあえー、洗脳、誘導、に商品購入っていうことなんですよ、だからマスコミで散々コマーシャルとかっていうのが出てくるんですよね。で まあその商品購入っていうことなんですけれどもあの、まあ、いろんな種類のものがあるじゃないですかでそこで、えーまあ、人々が、えー、商品を購入するということでお金が動く経済が動くだつまりマーケティングがそこにあるっていうことなんですよでまあそうかって当たり前かって思うかもしれないですけど これがもうちょっっと手口が、えー、きつくなっていくんですね。こういったところから、あのーまあ、なんていうのかな、うまく言えないんですけど僕たちがお金を吸い,取吸い上げられる、えー、この目に見えない構造ができているんですねいちいちこんなことをあの言う人がいないのかもしれないんですけどこういった形で、まあ、僕もリスナー様もですがお金を吸い上げられてるんですよお金を吸い取られてるっていう言い方が、えー、正しいんじゃないかなと思います。だから、まあ、ね 僕は生意気言ってすいませんってね、<laughs> まあ、貧乏なんで生意気言ってすいませんっていうことなんですけど、ちょっと脇を、えー、し締めていった方が、えー、いいんじゃないかなって、今なんていうのはね、皆さんも僕も思ってるますけどあの、経済、景気の状態が悪いですからな、なるべくであれば脇を締めた方がいいのかなって、でいきなり、ね、その脇を締める節約って、何,もう何だかけ分かんなかったら、えー、どうしていいか分かんないじゃないですか、だからそういった時に、まに、あ、今回お話しさせていただくお話が、 何かの参考になっていただければと思うんですよ。で、えー、例えば、今度は、えー、この商品購入からなんですけど、こういった方向に話が持っていって、さらに、この別のこれ商品購入の方に持っていかれるんですね。何かっていうと、シャンプーを買って、頭を何度も洗うわけですよ。あの綺麗な髪の毛がいいなということで、うん、シャンプーを買って何度も何度も、えー、髪の毛を洗う。そうするとどうなるかというと、ハげるんですね。うん はゲるとどうなるかというとちょっと恥ずかしいからハゲを隠したいってためにカツラ高額ですね、これを購入するっていうそういったところに持っていくんですよ今度はシャンプーからハゲにつながってハゲからあの高額かつらっていうこれ今度商品のに誘導してるんですよ、こういうふうに僕たち人間、人々からですねわ、えー、からないようにお金を使わせるこのマーケティングが裏に隠れてるんですね。 こういうんなことをいちいち考えたことがないかもしれないんですよ。まあ、僕はね、えー 勉強して挫折したんで、まあ、これぐらいしかわからないんですけども、もそれ以上ね、ね、えー、いろんな人間心理の法則とかってまあ教わりましたけど、難しくか何言ってるのか分からなかったんで、やめましたけど、あの本当も,っもっともっと難しいんですが、えー、その教えてもらった時に、まあそに、基本的なことですね、人間心理を揺さぶるんですよ、でこういうのを例えば全然あの、まあ、知らない方が多いかもしれないんですよ、まあ、教わらないからね。で僕は まあ皆さん聞いていただいているんで、まあ、少しはちょっとは何かの役に立てることはないかと思ってちょっと頑張ってお話しさせていただいているんですけれどもだ僕たちですよ、もう皆さんも僕もですが僕たちからお金を消費させるマーケティングが裏で仕込まれているんですよ、しかしこれがわからない、で当たり前なんですがこの逆にあってマーケティングを仕掛ける側の人間ね。まあその 商品を売ろうとする人間っていうのはこういった自分たちの目的を絶対に言いませんからね、僕はその教えてもらってね、あのまあ、諦めましたけど、もう難しすぎて訳わ,わかんないなと思ってね、うん、まあ,あの YouTube も難しいなと思うんですけど、あのなんていうのかな、うん、でこういうのをまあ少しでもちょっとだけ勉強した人,人とか、あとはこういうのが分かっている人っていうのは、ですね、えー、まある意とあれることをまあ,あの見抜くんですよ。うん でえー、逆に前何かの時にお伝えしたことがあるんですけど、世の中というのは、えー、2, 人の2つの人種しかいないんですよ、あの本当に言葉がすごくあの厳しいことを言うと、搾取する側と搾取される側なんですよね、でこのマーケティングを仕掛ける側というのは搾取する側なんですよ。 で、搾取される側っていうのはマーケティングに踊らされて、えー、商品をさまざま買って散財してしまうお金を取られてしまうという側なんですよ。で、で、ま、で、あ、僕もすすね、えー、そのお金を、えーまあ、散財るる側にいるんで 何とか少しでも、えー、それをあの防げないかと、で皆様が例えば、ね、このようなお話を聞いたことがなかったら、な思ってると思うんですよ、ちょっとねあの節約しようかななんて思ってるんだけれども、なかなか例えば節約はまあできないと、でこの僕の話をあの聞いていただいたらで、そんな別にシャンプーなんてする必要がないからね、そのもちろん毎日もなんて必要がないんで、その回数を減らすことによって、その料金もあの安くなりますし、ちょっとあのその,後の、ね、あの高額かつらの話もか考えていくんで、もう ちょっとあのよろしくお願いします。ちょっと話が難しいんで、うんーむずいなっていう感じなんですけど、えー、すいません。で、あの例えばね。 これ知ってる人は知ってる、知らない人は知らないということで、大きく話が分かれるんですけど、ここで一つまあえー、問題っていうか謎な謎だ、謎なぞていうかまあ、問いが立つんですけど、じゃあなんでマスコミとかテレビとかメディアっていうのはこういうことを言わないんでしょうかっていう話です。ここが大きなまたこれポイントなんですよ。こういうのを、えー、意図的に言わないんですよ。本当に。だテレビは嘘をつくとかそういう話もありますけど、こういったことは、えー 意図的に言わないとでそれがわ、えー、かるって言ったら失礼ですが、えー、こういった話を、えー、聞いていただいて、ですね、えー、何か感じていただけることによって、ですね、えー、まあ、見る世界が変わる、あるいはですね、えー、そういった節約とかね、ねお金を少しでもあすり減らすことが減る、えー、そういった、えー、まあ、なんていうのかな一つになっていただきたいいたいいだければと思うんで、えー、もうちょっと頑張っていきます。 えー、この答えっていうのはですね、えー、あるんですよ、それ理由は何かというと、ホームレスが励ないということ、これをテレビでは取り上げない、これ明確な理由があるんですよ、僕はさっき言いましたけど、ね、あのホームレスの方っていうのは諸事情がありまして、 金銭的に厳ししいいいと食べるものもないかものななかれ普通に考えてその状態だったら、まハ、あ、ゲていてもおかしくないんですよ、栄養が例えばなくてね、髪の毛にとかっていうんですけど、割り返しホームレスっていう人は、えー、ホームレスの人々っていうのは、ハゲてないんですね、で、えー、ホームレスがハゲていないっていうことを、これ、絶対、絶対じゃないけど、ほとんどかな、テレビでは取り上げないんですよ、ホームレスがはげないっていうことをメディアでは、えー、取り上げません、なぜなんでしょうか、これ。うん これ理由があるんですよテレビ、メディアでこれ取り上げない理由があるんですよ、それがテレビっていうものの、えー、仕組みなんですよね。 テレビとかメディアっていうのは何者かという話なんですが、いつもお伝えしているように真実、本当のことを言いません、別に真実を言うものではないんですよ、テレビ、メディアっていうのは本当のことを真実を言うものではありません、テレビ、メディアは何を語るのかというと、テレビ、メディアに、えー、お金を出しているスポンサーがおりますので、このスポンサーに有益なことを報じるんですよ、これだけの話です、全く難しくないんです。よ。 テレビメディアのスポンサーにシャンプーの会社が多数入ってるんですね。これ以上は言いませんけど、シャンプーというのは何からできてるのかという話、石油からできてるんですよ、石油を裏で牛耳ってる人、その傘下のシャンプーの会社がテレビのスポンサーにたくさん入ってるんですよ。もしもシャンプーを何度も何度もするということが、 髪の毛にに悪いるるる原因にななっていうことをテレビで言うとどうどかってシャンプーが売れなくなりますね、スポンサーに入っているシャンプーの会社が損をしますね、そういったことからこの真実を隠してるんですよ、こういった理由で隠してるんですよ、別にこれだけじゃないですけど、他にもいろいろありますけど、今回はねあのこの1つの内容について考えていくんですよ。で逆を言うと テレビのスポンサーに、えー、シャンプーの会社が多数入っていることからテレビでは、ね、シャンプーで髪の毛を洗うことがいいみたいな、ね、髪の毛がきれいになるみたいなそういったものを、えー、あのう訴えかけるんですよ、うん、しかし、あのー、本当のことが別のところにあります、シャンプーをすればするほどどうなっちゃうのかなっていう、えー、話なんですよ。 シャンプーをして髪の毛がきれいになるかもしれないけど、ハゲにつながってしまう、えー、っていうことを何から思うのかっていう話なんですが、えー、ホームレスがハゲていないということから、えー、思いますね。ホームレスの人っていうのは毎日お風呂に入りませんね。髪の毛なんていうのも洗わないですね。 で例えば、まあ、リスナー様でね、えーまあ、そのようなき、まあ、綺麗にされている方がいたら、まあ、も申し訳ないなと思うんですが、まあ、あの何かのに気,気づいていただければと思うんですけれども、まあ少し前から、うんまあ、少しかちょっと分からないですけど朝シャンプーをする朝,朝シャンとかっていう言葉とかあるじゃないですかこれ朝シャンとかっていう言葉もこういった言葉をあの作ってるんですよこういった言葉が世の中に認知するようになってですね、あ朝仕事に行く前にシャンプーをしよう朝シャンって、ね、毎日 シャンプーしないといけないした方がいい髪の毛がきれいなの朝シャンをしないといけないどうたらこうたらなんて言ってどんどん剥げていくんですよ。うん 理由は何でかというと、えー、髪の毛を洗っていない、えー、シャンプーをしていない、ホームレスがはげていないと、えー、いうことに答えがあるんですよ。もちろん、この因果関係というのは分からないんですが、おそらくですが、シャンプーがはげる要因になっている、えー、その可能性が高いです、それ以上というのは分からないんですけど、あの原材料は石油だから、なんかは知りませんけど、おそらく関係あるんですよ。毎日毎日日髪髪のののの毛毛を洗うう人たちがののが減っていいいくス、まあ、ストレももあるかもしれれないですがそれは別に 問題の真相部分にそれたどり着けないんで、しかし、えー、シャンプーがいいとされているはずが、えーまあ、ずっとテレビで宣伝しているはずが、何やら、えー、髪の毛が抜けていくと、でも逆を言ったらね、あのシャンプーなんてほとんどしてない可能性のあるホームレス、これが剥げていないということ、これ、答えがここにあるんですよ、こういったところから、えー、テレビに出てくるデたラメの情報、デマの情報、あのー、スポンサーに忖度している情報ではなく、何が本当なのか、ってそういったことを考えていくんですね。うん これが、えー、一つの、まあ、ポイント、えー、ということです。でさらにあの先ほど言いましたけれども、えー、ここからもっとです、ねえーまあ、大きな商品につながっていくんですよ。うん 例えば、えー、テレビを使ってですね、えー、人々を大衆を不安にさせるそしてそこからさらに発展してお金を吸い上げるそういった構造が裏側で暗黙にな,な,なされていると思います何を言うのかなという話なんですがこれもあの聞いていただければ、えー、お分かりいただけると思います。あのまあ ね男性の、えー、視聴者様もまあ、女性の視聴者様も聞いていただいているんで、えー、まあ、これっていうのはねちょっと女性の方が、えー、その深刻なまあ問題、まあ、男性の方もね、えー、まあ、ある問題なんですけれども女性の方の方が深刻なまあ問題っていうか、えー、そういったことについてね、えー、お伝えしていくんですけれどもまああのテレビ、マスコミを使ってですね、えー、人々にシャンプーを購入させるように話を、えー、持っていきますね。うん で、その結果、剥げていくんですよ、シャンプーを何度も何度もすることによって。で、えー、ここからですね、えー、ちょっと逆の、逆というか、大きなまあ矛盾というか、が出てきましてですね、えー、シャンプーをシャンプーもなシャャンンププーーもを何度も何度もすることによって、髪の毛が減ることによって、今度は人々が悩みを、えー、持つんですね。あ髪の毛が減ってしまったなーってね、例えば、まあまあ、僕も、まあ、そうにしても、あの、剥げそうだなとかって、例えば思うとかあるじゃないですか。 で例えば、ハげてしまうとかっていうのもあると思うんですよ、何度も何度もシャンプーしたことによってね、もうそれは関係あると思うんですけれども、でそうなってくると、今度何が出てくるのかというと、かつらが出てくるんですよ。 有名な会社がいくつもあると思いますが、まあ、言わないですけど、カツラが出てくるじゃないですか、カツラっという高額コーンの商品が用意されているんですね、でここからがポイントなんですが、女性の方がです、ね、でこのハゲとか薄毛とか、そういった悩みに非常に神経質になられているんですね、そこから女性の悩みにつけ込んで、カツラを売るという、この今度、商売、それが成立するんですね。 あのちゃんとしたまあデータとかが分かっているんですけれども、あの女性の方がですね、えー、まあ、年齢を重ねられて、薄毛に悩んでいるということが、これ、あのまあ、深刻問題、えー、として一つあるんですよ、まあ、僕も男なんですけど、男のハゲならまあいるじゃないかっていう話かもしれないんですが、女性の方の薄毛の問題っていうのは、非常にこれ、深刻な問題なんですよ。で この人々が悩む深刻な問題になればなるほどそこにあのお金を使うというそそののの、えーまあ、なんていうのかな、うん、そのマーケティングというかまあその消費の理論が働くんで、えー、この薄毛に悩んでいらっしゃる女性はです、ね、数十万円のカツラを、えー、買う、えー、払う、えー、そういったことの理論につながっていくんですね。 だから人の悩みにつけ込んだカツラ売るっていう商売のためにこれシャンプーで宣伝するっていうそのテレビのメディアの洗脳っていうのが出てるんですよでさっきの,あの、えー、っと髪の毛が薄くなる要因なんですけど 今回も調べていてそれも思ったんですけど、かつらの業者の人間もねシャンプーがはげる要因になるっていうことを言ってるんですよ、やっぱりそうじゃないかっていう話なんですよ、で、まあ、今回はこのシャンプー、かつらとか髪の毛の話にしてるんですけれども、こういう人々の悩みにふけあの深く入るもの、人々が悩むものっていうのはここにあのそのお金が動く要因になりますので、こういったところからマーケティングが発動されるんですね。うん そういった、えー、話ですで、あとはまあ、えー、なんていうのかなまあ、ちょっとあのまあ皆様がいつも聞いていただいてるんで、えー、ちょっとまあ僕がおお思うことを、えー、お伝えしておこうと思うんですがもはやですねこういった例えば洗脳とか、えー、いろんなことを思うとですねもう何もかもがこうまあ気がつかなくなってしまうっていうような、えー、話なんじゃないかなっていうことをね、えー、ちょっとお伝えしておきましてしていきます テレビや、えー、メディア、マスコミの映像とですね明らかにこれっていうのはよく考えると、えー、おかしいなと、えー、思うことがあるんですよ。そのことを考えていきます マスコミの洗脳にはまると、ですね例えば、えー、先ほどの髪の毛を、えー、洗う、えー、そして、ねえー、シャンプーで髪の毛を洗ってどうとかっていう話なんですが、今度は別の話なんです、シャンプーなんですけれども、でさっき言ったシャンプーっていうのは、えー、髪の毛を減らす、ハげる要因になる、えー、とかって思うと思うんですよ、でその話を、えー、もうちょっと今度、ここから深く考えていきますね。 商品名というのは一切言いません、別にそんなことではないんで、ただ、今度はね髪の毛が増えるんだっていう育毛シャンプーの宣伝というのがありますけれども、ここに一つ大きくおかしいことがあるんですね、育毛シャンプーの宣伝をしている、えー、まあそのタレント、芸能人なんですけど、これがハゲてたりするんですよ、あれこれおかしいなって、これ。 あのハげてる人間が起用されて育毛シャンプーを使ってこれってのは本当におかしい話なんですよ誰とは言わないし何とは言わないですけど皆さんも、えー、思うと思いませんか普通に考えて育毛シャンプーを使っている人なんだから髪の毛がちょっとふさふさとはいかないまでもっぽいと思うんですけどあのハゲてるじゃないかっていうそのツッコミが入りそうな感じなんですよ。で例えば、えー、このイクモシャンプーというう商品を使う、まあ よく聞いたことあるビフォーアフターっていうことだと思うんですけど前後を見せようとしてるのかもしれないけどビフォーアフターも何も髪の毛が増えてないんですよ、ハゲてるじゃないかっていうそういういツッコミが入りそうな感じなんですよ、そこで大切なことなんですけど、イクモシャンプーっていうのは効果があるのかなっていうことをあの本当考える必要がありますよね、おかしいことが起こってるんですよ、イクモシャンプーの宣伝をしている人は髪の毛が薄いって、ね。 ててるじゃないかっていう話なんですよ本当にしかしそういったことに例えば全く気がつかないだからそれが人々の悩みに深く入っていると、えー、まあ僕は思っているんですよ。 僕はそのまあ冗談じゃないですけど、いくもシャンプーしても髪の毛が少ないってね、はげてるじゃないかって、そういったツッコミももちろんなくね、もう何がどうなってるかっていうのは分からないんですよ。例えばね、ああのまあこの、まあなんて言ったらいいんだろう、シャンプーのことから一回、あのねえ離れて、僕はたまに言われてますけど、小太りとかって言われてますけど、例えばじゃあ、太ってる人がいるとするじゃないですか。全く あのまあ、例がわ悪いっていうか別なんですけどで太ってる人が、ね、痩せるものを、えー、例えば勧めてたとするじゃないですか。 お前太っっててるるじゃなないいかうう話になると思うんですよ全く説得力がないんですがえ、こういったことはもう気がつかないんですね。例えば、何、えー、て言うのかな、マスコミの洗脳に踊らされて、髪の毛がこう少なくなっていって、いくもシャンプーっていう。でも、いくもシャンプーをしたって、先ほど言いましたけど、はげてるじゃないかって話なんで、髪の毛が増えるかどうかなんて別なんですよ。シャンプーですからね、髪の毛が増えるとは、ちょっととてもじゃないけど、思えないんですが、そういったことが、えー、もう、 そういったことすらもま思わなくなってしまう、うん、っていう話なんですよね。だからそれっていうのは先ほど言いましたけど、人間が悩む心理につけ込んだこれマーケティングの作戦なんですよ。マーケティングの戦略、あるいはマスメディアの罠、洗脳に引っかかってしまって、えー、もうどうにも、えー、ならなくなってるっていうこと。で、えー、今回この話を、えー、させていただいてるんで、 あの話のこう着地点というか、まあ、まともなことな、真面目なところなんですけど、何をこれ、学ぶ必要があるのか、っていうホームレスが剥げないっていうことから、何を、えー、僕たちは分かるのか、学べるのかっていう話なんですが、結論,結論,結論というか、まあ、まとめて考えると、こういうことなんですよね、えー、ホームレスが剥げないっていうのは、シャンプーをしないからだと考えられるんですよ。 で、えー、僕たちがですね、ハ、えー、げないことを目的にするんであれば、シャンプーを使わない方がいいはずなんですよね、うん、お湯で髪の毛を洗えばいいんですよ、うん、で、えー、まあ、ちょっとね、表現があの悪いんですいませんということなんですけど、 きれいな髪の毛、つやつやな髪の毛、えー、な,んかなんとかの髪の毛とかって表向き綺麗なことを言ってますけど、裏側では汚いマーケティングが行われてるんですよ、人がハゲに悩む、人が薄毛に悩む、人が髪の毛が少なくて悩む、そういったことを利用し,して、ですね、えー、人々からどのようにして分からないように金を吸い上げるかという、そのシステム、そのマーケティングが、えー、裏で行われているんですよ。 だからあの、マスコミでですね、えー、僕たちに毎日髪の毛をシャンプーでやう,うということをひたすら繰り返すんですよ、まあ。口では言わないけどね。あと、まあ、その絵で見せるんでね、あの女性の方のねあのサラサラな髪の毛がねあのいいなとかって、ね、そうやって思うじゃないですか、わからないですけど芸能人とかかなで。いいなって、ああいうふうになりたいなとか思うんですけど、シャンプーをすればするほどね、えー、剥げるんですよ、うん。だから、目的はどこにあるかっていう話なんですよ。 あのハげないようにするにはシャンプーを使わないでお湯で髪の毛を洗えばいいんですよ。そさっき言ったようにシャンプーっていうのはもちろんものによってですけどまあ石油とかからできているんで人間の頭皮によくない可能性があるんですね。うん、で僕のこの話し話ていうのはえテレビとかメディアでは使われることがありません。なぜならスポンサーの、えー、意に反するからです。でも別に僕はあのマスコミ、マスメディア、別に大手メディアではないんでねあのまあ思っったたここととを言ったところであの まあ、皆さんが聞いてい,ただいて、まあ、そうかって、うん、だから、まあ、もう僕が言うと説得力がなくて、ね、なんか負け惜しみになるんで、まあ、すいませんっいうことなんですけど、大手メディアの言ってることは正しいかということ別ですからね、全くの嘘ですから、ね、テレビとかメディア、えー、マスコミってのは本当にばっかりつきますから、スポンサーの意向に沿う,うことだけを言う、スポンサーの意向に沿わないことを言わない、例えば、ハ、え、ゲ、ー、るかハゲないか。 シャンプーがいいかどうかという話をしたとき、僕の話が、えー、おそらく正しいと思います。まあ、正しいという言い方もですけど、まあ、いい線ついていると思います。この,あのシャンプーの話をしているのは僕だけじゃないんですよ。他の人もこういったことは思っているんですよ。しかしあの、ね、僕の声が小さいから間違っているんじゃないかというかもしれないんですけど、 テレビとかマスコミメディアっていうのは裏でスポンサーと忖度してますからね、本当のことなんて言いませんよ、シャンプーをすればするほど髪の毛が減っていって薄毛になって悩んでいって最後はカツラを買ってお金を消費するっていうそういった構造が決まっていると僕は思っていますだからあの僕たちがあの剥げないためにはシャンプーを使うんでお湯で髪の毛を洗えばいいんです。 チャンプを使うにしたって毎日とかではないし、何回も何回もなんていうのはも,うもはやそんなことではないんでね。えー、まあ、っということで、えー、ちょっとあの、うん、テレビとかマスコミメディアって本当嘘,嘘っぱち、嘘だらけですからね。 もう数々の嘘によく騙されたり、あとは今回の話なんだけど、わからないように踊らされるっていう、そういったことがあるんで、えー、まあ皆様が、まあ何かのね、まあ参考にしていただければと思いますので、えー、今回はちょっと頑張って、え、伝えてみました。あのー、皆様いつも聞いてて本当ありがとうございます。えー、一つでも参考になっていただけるものがあれば何よりです。ということで今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。